なぜ人の目が気になるのか徹底解説しますはいこんにちはライフスキルティーチャーのミスターオカチです本音できるための行動習慣やライフスキルをマックスと一緒に紹介していますはいということで突然ですけど皆さんこのようなことはありませんか言いたいことはあるけどこれを言ったら嫌われるんじゃないか やりたいことはあるけどこれをやってしまったらみんなの迷惑になるんじゃないかえトイレに行きたいけどトイレの行ってる間にみんなに悪口を言われるんじゃないかこのようにいつも周りの表情顔色が気になって不安になったり心配になるこのようなことはありませんでしょうかいつもビクビクしていつも心配になっていつも不安になる。 そのような状態やったら自分がやりたいことに集中できず最高の力を発揮することはできませんそしていろんなストレスを抱えてしまって毎日が楽しくない今日は人の目が気になる3つの仕組みとそのやめ方を紹介します この動画を最後まで見ていただいたら人の目が全然気にならなくなり自分がやりたいことを見つけて最高の自分を表現できるようになるそして夢中になって楽しく生きることができると思いますので最後まで見てください。はい えっと普段このチャンネルではあなたがあなたらしく生きるための行動習慣そして考え方を紹介してますよければチャンネル登録をしていただけたら嬉しいですあと SNS でも毎日配信してますので、えー、概要欄からつながってくださいはいということで人の目が気になる仕組み3つはい1エネルギーが空っぽ2他人と比べる3安全基地がない 1人の目が気になる方っていうのは自分の心のエネルギータンクまあこんなん。 これちょっとねナッツ入ってるけどねこのエネルギータンクがほらもう空っぽなんですよ空っぽだから力が湧かないんですよねだからちょっとのことで気になってしまう不安になったり心配になってしまうでこれがもうゼロになったらもう生きていけなくなるんでどうにかしてこのエネルギーを補給しないといけないって必死なんですよで常に力がなくて不機嫌な状態になってしまうということなんですじゃあなんでエネルギータンクが空っぽになるのか ここには2つの理由があります。まず一つはこのエネルギータンクの底に穴が開いているということだから誰かに褒められたり認められたり結果を出したとしてもそこから抜けていくんですよ、エネルギーがだからどれだけ頑張ってもどれだけ結果を出しても満たされないんですよ はいだから大事なことっていうのは自分の心のの心エネルギータンクの穴を埋めるということとと直すすいうことですこでれどういうことなのかというと完璧主義なこと方が多いんですけども、えー、まあ99点を取ったとしてもその一点が気になって自分なんてダメやったわとかまだまだやわ自分なんてあかんわってなってしまう。その完璧 完璧主義なな部分をちょっととと緩めるということなんですよもちろん完璧主義だからこそ、えー、いいコンテンツを発表できたり、えー、お客さんに対して質のいいサービスができるっていうことは間違いないですただそれをずっと完璧主義のモードで言うとやっぱ苦しくなってしまうんですねエネルギーが空っぽになるとどうしても人の目が気になって自分が本当にやりたいことが分かんなくなってくるんですよだから完璧主義に、えー、自分のいいとこ悪いとこを分析するのは大事ですでもでもです よかったところにもちゃんとフォーカスしてあげてあこんなことはできていないけどこういうところは良かったなというふうに悪いところを見つけたらそれと同じもしくはそれ以上に良いところを見つける悪いところを1つ見つけたら、えー、3倍いいところを見つけるっていう癖をつけるんですよ。そうするこことでこのね、うん ここのエネルギータンクのね穴がね穴がこう治っていくんです。はい。そうなると、えー、エネルギーが入ってきたらちょっとずつねエネルギータンクが満たされていきます。これがまず一つ目の理由ですね。なぜエネルギーが空っぽなのかということ。でもう一つはこのエネルギーの補給を外側に依存してしまっているということです。 つまり自分でエネルギーを作ることができない状態ということなんですね、えー、誰かに認められたい誰かに褒められたい結果を出したいとその外側から褒められたり認められたり結果が出たら元気になって喜びになって幸せになるもちろんそれはそうなんですけど外側に自分の喜びを置いてしまうとそれが得られない時にエネルギーがどんどん減っていくんですよねでもちろんそうやって目標を立てて夢を見つけてそれに向かって頑張っていく大切なことです 大事なんですけどもそれ以上に自分の内側からエネルギーを満たしていくということ、えー、自分の気分の状態を良くしていくということこれすっごい大事ですね目標に向かって未来に向かって動くことは大事なんですけど今の自分今の自分が求めていることを一つ一つ満たしていく今の自分の気分の状態を良くしていくそうすることでね心のエネルギータンクのエネルギーがね満タンになって なるんですよ満タンになったらご機嫌になって心にゆとりができてちょっと何かが起きたとしても動じない失敗なんか恐れずに挑戦できるんですよだから心のエネルギーを満タンにしてからチ,チャレンジすることはすっごい大事だって心のエネルギーを満タンにするためには 自分の今の気分の状態を満たしていく。ね、もうどんなことでもいいんですよ。お気に入りの映画を見るとかね、えお気に入りのボールペンで好きな、えー、文字を書くとかね、もうどんなんでもいいんです、ね。ちょっとずつ自分の気分を満たしていったら、エネルギーがぐーんといっぱいになります。はい、1つ目 1一つ目はですね人の目が、えー、なぜ人の目が気になるのか、1つ目はエネルギーが空っぽだから、そのエネルギーが空っぽな理由っていうのは、まずはエネルギーの底に穴が開いてる、自分の評価がきび厳しくて、完璧主義で、自分なんてダメなんだって思ってしまう。だから、どんどんエネルギーが外そ,、えー、そこから抜けていってしまう。 ということともう一つは、えー、と外側にエネルギーを、えー、求めてしまうということなんですねだからそうならないように悪いところを1つ見つけたらその3倍いいところを見つけるということがまず1つとそして、えー、と未来に向かって行動することは大事なんですけどそれ以上に今の自分が求めていること気分の状態を上げていくエネルギータンクを補給して満帆にするそうすることでアクセル全開で進めるんではい。 2つ目、なぜ人の目が気になるのか他人と比べてしまうからなんですよ。自分の発言、自分の行動、自分のパフォーマンス、自分の仕事ができたかどうかを自分ではなくて、いつも他人が決めている状態だから、そうなってるから、他人が正解を持ってるから、他人が採点するから、えー、何点になったんだろう、今の良かったのかな、今の発言、今の行動、僕の仕事どうだったんだろうっていつも人の目を気にしてしまうんですよ。それは、 他人が採点してるからなんですよもちろん人の評価を気にすることも大事なんですけどもそれと同じぐらい自分で評価するっていう癖を,癖をつけること習慣化することが大事なんですよ。今の仕事今のパフォーマンス行動がどうだったのかっていうのは自分で評価するでその時に人と比べてどうかではなくて昔の自分と比べてどうだったのか結果は出なかったでも結果は出なかったけど自分が何かこの この,やろこの練習期間でこの努力したことで身につけた能力スキルはなかったのかっていう風に結構。 結果ができて丸ツじゃなくて結果に到達するまでのプロセスとか準備とか努力っていうのはどうだったのかっていうのをそっちの方にも目を向けていくだって結果が出るか出,出えへんか分からんじゃないですかコントロールできないんですよだからコントロールできないことに目を向けるんじゃなくて自分がコントロールできるプロセスであったり努力であったり準備であったり、えー、頑張りの方に目を向けていくそうすることでちょっとずつ自信が湧いてきて先ほど言ったエネルギーがねちょっとずつ満タンになっていくんでねは他人と比べない まずは自分と比べるそして他人が評価させない他人に評価させない自分が評価するもちろん他人が評価するのは他人が、ね、勝手にすることなんでコントロールできません。 で自分の仕事がどうだったかというのはやっぱりお客さんが価値を決めることだからお客さんがどう思ったのか考えることは大事ですそう,なそうしないと独りよがりの仕事になってしまうから、ね、だから自分がどうだのパ,パフォーマンスがどうだったのかというのはもちろんお客さんが評価したり上司が評価したりするんだけれどもそれと同じぐらい3つ目安全基地がない。 だから人の目が気になってしまうんです、はい、安全基地っていうのはそのままのあなたを受け止めてくれる人自分のいいところ悪いところ欠点武器長所もう丸ごとそのままありのままのあなたを受け止めてくれる人であったり環境それが安全基地ですこの安全基地がないとずっと背伸びした状態じゃないとあかん ね、ずっと厚化粧状態でですすよよもう息苦しいですよねずっとなんかこう失敗できへんしミスはできへんいいところしか見せ,ら見せられへんってなるとやっぱ苦しくなってくるじゃないですか,、うん、かそういう場所やったらどうしてもね人の目が気になってしまうんですよ、うん、そうじゃなくて自分のそのそまままんをを受けけ入れててくれる場所を見つけましょうってことですもうお気に入りのカフェであったりなんやろ、えー、趣味のなんやろ,なんやろロッククライミングだったね、ロッククライミングのスタジオであったり、えー、僕やったらダン,スダンスのクラブとかディスク ことかねね、えー、安全地帯なんですけど、ね、そういうところに行ってもうそのまんまの自分を表現するであったりそのまんまリラックスできる場所を見つけるということすごい大事ですでそういう場所を見つけたらちょっとずつ自己開示をしていく自分のいいところだけじゃなくてそのまんまの自分を表現していく自分の気持ちであったり自分の考えであったり自分のあるがままをの行動であったりそういう部分をちょっとずつ開示していくもちろん、ね、迷惑にならない範囲で ね、やっていくそうすることでちょっとずつ自分を開示する練習ができていく自分を開示する能力が上がっていくんですよねで自分を開示すれば自分のありのままを表現すればもちろんそれを去っていく人もいますよ合わないってことで合わないように去っていく人もいるんだけどちゃんと受け取ってくれる人が現れますからそのまんまのあなたを受け取ってくれる人が現れるそうするとその人の前では背伸びせんでいいんですよずっとリラックスできるんですよ安らげるんですよ安らげるから自分が挑戦できるんですよ、ね ミスしても失敗しても咎められないもん応援してもらえるもんだから頑張れるんですよだからそういう安全地帯を持つことで人の目がちょっとずつ気にならなくなっていきますはいということで今日は人の目を、えー、なぜ人の目が気になるのかっていうことで人の目が気になる仕組みを3つ解説しました 1, 1エネルギーが空っぽ自分のエネルギーが空っぽやからどうしても人から人から奪いたいエネルギーを奪いたい認められたい褒められたい結果を出さなければってなってしまうということ、ねはい、で2つ目は他人と比べてしまう自分がどうだったのかっていうのは常に相手と比べてしまう相手がどう思ったのかなって相手に評価させてしまうということ3つ目 安全基地がないずっと背伸びしなあかんずっと自分のいいところしか見せたらあかんそうなると人の目が気になりますだから人の目をが気になるのをやめるためには常に自分の気分の状態を良くするご機嫌な状態を作っていくということで完璧主義もちろん大事なんですけれども自分のいいところをフォーカスしてそれいいところを見つけてそれを褒めてあげる認めてあげるということ2つ目 他人と比べるんじゃなくて自分と比べるそして自分が評価する評価するポイントは他人と比べてどうだったかじゃなくて結構 結果が出たからどうだったかだけじゃなくて、プロセスですよ。その準備ですよ。自分がやってきたその一つ一つの取り組みがどうだったのか、昔の自分と比べてどれだけ成長できたのか、そういう点でしっかり評価してあげてください。3つ目、安全基地を作るということ。そのまんまのあなたを、ありのまんまの、えー、等身大のあなたを受け止めてくれる人、受け入れてくれる人、ハグしてくれる人を見つける。そういう安らぎる環境を見つけるということです。はい。 はい。ということで、今日はね、こんな感じですね、えー。ちょっとでも勉強になった、ためになった、おかっち頑張れ、マックスくん好きだよーっていう方は、高評価ボタン、これね、本当に押してくれたらめちゃくちゃ嬉しいです。えー、普段このチャンネルでは、あなたがあなたらしく生きる、そして自分の本音を選択するための行動習慣、考え方、生き方を全力で出し惜しみなく紹介しています。良、えー、ければ、最新動画を見逃さないように、チャンネル登録ボタン、ポチって押してくれ たら嬉しいです。あとコメントもぜひコメントもお待ちしています。ジエンド。それではまた会いましょう。See you.